あの、ケイズマ先生が言ってた、そのゾーンの作り方みたいなのを研究してるんです、あの人たち。あ、そうなんですね。そっちなんですね。そう。で、ゾーンはどうやったら、あの、入れるのかみたいな本出してるんですよ、ケイズマ先生。なんか。で、そこでいつもずっと言ってることがあって、うん、それが緊張と緩和なんですよ。うん。まさに緊張と緩和って、フックフファミリーがよく言う催眠術の入り方の二大元素みたいなもんですよ。うん。で、よくあの人たちがやってたのがすっげえ緊張させるんですよ。緊張っていうか、うん、テンション上げるんですよ。うん。で、その後、だらーってリラックスさせるんですよ。うん。その間ばっかりゾーンがいるみたいな話をよくやるんですけど、うん。で、入れるか入れないかっていうと、うん。入れないんですよ。だけど、原理は私も正しいと思っていて、うん、その間のどっかにはいると思ってるんですよ、うん。で、どっちかっていうと私、ここがようやくこの朝弁の今のテーマにあのくっついてきて、なかなか F やるなって感じになるんですけど、握しめの手放しなんです。それは緊張と緩和と噛み合ってるってことですか？あ、だから、あの人たちは緊張と緩和じゃないですか。上げて下げる。うん。ちょっと、私は、その、間違えてはないけど、ある程度、その、コントロールはできないと思ってるんですよ。うん。あのやり方では。で、入ってないし。うんうん。で、あれ、やったから入れましたとか言ってるけど、それ違うんですよ。うん、やってない人だってゾーン入る時あるんで、うん。たまたまゾーン入っただけだっていう。うん。でも、もうちょっと意識的な方向でゾーン持っていくとしたら、その、握り締めを手放した時の方がよっぽど入れるという。うん。だから、どっちかっていうと、諦めなんですよ。うん。私ちょっと諦め派なんです。なるほど。諦めて、どうでも、もういいや、捨てるものがないみたいになった時の方がよっぽどゾーン入る。うん。のが、私の F 式メンタルトレーニングの主張なんですよ。だからこれ、今 N 沢とやってるのも F 式メンタルトレーニングです。うん。僕は第一受講者。まあ、第一受講者というか、第一成功者になってほしいというか。受講者はいっぱいいたんですよ、今までの。成功した人がいない。わかりました。成功した人はやって成功できなかったわけじゃなくて、やりきれなかったってこと。うん、多いんだよね、やりきれず、心半ばで。そう。で、ケイズマ先生のはやれるじゃないですか。はいはい。なんかすげえ、なんかユーロビートみたいな。ユーロビート、なんか N ザーナのトレーニングの。で、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 みたいな、ああいう音楽流してみんなで、へい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 、みたいになるわけですよ。で、やるわけですよ。盛り上げるわけですよ。イェーイみたいな盛り上げるじゃないですか。そしたら、今度は、よく、スピリチュアルのババアたちが流そうな、瞑想系のやつですね。ここは、心地のいい草原ですみたいな、ね、そういうあるじゃないですか、癒しヒーリングミュージックみたいな、流してあのはい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 とか言ってたのになんかダラーみたいなするわけですよ。でそれをなんかやってこれでゾーン入りますみたいな、怪しいちょっと宗教みたいな感じの、もうやべえなみたいな、こっちやべえなみたいなやば感じなんですよ。でそのやべえなと思うんだけど間違えてはないと思うんですよ。まあそうですね。なんて言ったらいいんだろう、その、N 座のそのボディクリエイターじゃないけど、うん、他のその、R ザップだか L ザップだか分かんないけど、その、やってるトレーニングって効果ゼロじゃないじゃないですか。うん。だから薄いみたいなのあるよ。効いてないみたいな。うん。効いてるか効いてないかもんであるじゃないですか。うん。あんま効きが悪いんですよ、あれ、ゾーンに入るもの。うん。で、私、もっと効きのいいゾーンの入り方、筋トレをずっと永遠に探してるみたいな。なるほど。なんとか、デブとヘビースモーカーよりも、効果あるだろうなと思ってる私の F 式ゾーン入り方っていうのが、その握り締めの手放し。今、ラッパーみたいになっちゃいましたけど。ですね。ちょっとディスが、ちょっと強めになっちゃいました。そういう感じ。なるほど。僕、現場では結構ゾーンに入ってるやつ見ましたけどね。ああ、プレイヤーたちで。はい。でそれ、なんか、その、なんつうんだろう。それってセンスなのか、それともトレーニングによって鍛えられるものなのかが私興味あるんですよ。センスではないですね、あれ。あ、そうなんだ。僕はセンスではないと思いますね。ちょっとその話聞かせてもらいたいです。だってセンスだったらいつでも入れるはずじゃないですか。ああ、なるほど。はい。そこは、
そのそれはプロの人たちがその緊張感の中でやってるからゾーンに入る瞬間っていっぱい見れると思うんですけど、うん、それをそのなんつうんだろう、多めの人とか意図的にやれる人っていうのの情報を私は知りたいです。そうですよね。でゾーンに入れればですね、意図的にですよ、うん、世の中すごいことになるんですよ。これが私の考えですね、うん、楽な近道のアベンジャーズスクールの実現なんですよ。みんながゾーンに入れたらみんなの能力が発揮されるわけですから、うん、この何ですかパーソナルベストの人たちがいっぱい出てくればですね、そうですね、これは最高じゃないですか。だからこれ一番近い、確かに本当のパリピですね。そう、本当のパリピになるんで麻薬がいらない、薬がいらない、そう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 、だそういうことなんですよ。脳内パリピ、脳内パリピみたいな感じで一番いい状態でみんながやればこんなアホな世界じゃなくなるということです。ガースはゾーンに入ってやりましたかって話じゃないですか。うん、逆の面してましたよね。そうですね、あれは逆ゾーンですね。もうテンパリゾーンに、ね、逆ゾーンで打つですからね、もうテンパリゾーンになってやっちゃったその判断で我々振り回されるわけじゃないですか。そうですね。で、ぬらり票になったんです。ってことは、日本の一番のトップが一番ゾーンに入れるような人じゃないとダメなんですよ。まあ、一番入りやすい環境ですけどね。うん。だからそこの、あの、プレッシャーでゾーンに入れるぐらいの、うん。解放ができるような人物こそが日本トップになれば素晴らしいんですけど、うん、まあ、どうやらそれは違くて、なんか派閥争いで強い人みたいになっちゃう。うん。だから、あの、ガースみたいになっちゃう。うん。だから、スーパーのレジ袋を有料化になっちゃって。なるほど。毎回めんどくさいですよね、あれ。うん、そういう感じです。聞かれんの。なんかこれから、プラスチックのスプーンとかフォークとかもね。ああ、そうですね。有料になるとかならねえとか言ってて。うん、まあ、もう大変です。ビジネスチャンスですね、じゃあ。うん。それいい考え、いい発想ですね。ビジネスチャンスって考えればいい発想だと思いますね。広大な廃棄ロスができるんで、それをなんか別のものに変えればいいんですよね。SDGs。SDGs ですからね。